マイケル・ブランドンはアメリカ合衆国の俳優、ナレーター、ニューヨーク州ブルックリンク出身。9歳の時にニューヨーク州バレエストリームに移り住む。バレエストリームセントラル高校を卒業後、俳優の道に進み、二人の誓い、四匹のハエ、ラブシーズンなどの映画やテレビドラマに出演する。その後、2003年より子供向け TV シリーズ、機関車、 トーマスのアメリカ版ナレーターに抜擢され、以降2012年公開の長編、機関車、トーマス・ブルー・マウンテンの謎までナレーションを担当し、同作のアメリカ版ナレーターとしては、最多、最長出演記録を持つ。その他、ベネディクト・カンバーバッチ主演のテレビ映画、ホーキングでは、ノーベル物理学賞受賞者のアーノ・ペンジアスを演じ、BBC の長寿ドラマシリーズ、ドクター、 フーやホックス制作のドラマ、ボーンズに出演するなど、若い世代への認知度も上げ、2011年には、マーベルスタジオ制作の映画、キャプテンアメリカ、ザ・ファースト・アベンジャーに出演した。1970年代初頭に、女優のキム・ノバクと交際していたが、破局、1976年には、女優のリンゼイ・ワグナーと婚約するも1979年に、離婚。 その後1989年にかつてテレビドラマデンプシーメイクピースで共演した女優ブリニスバーバーと再婚し、現在息子と共にイギリスでの生活を送っている。ありがとうございます。